こんにちは、森下トームの森下です。今日もですね、土地をね、求めたいとき、土地の色の条件っていうのをこう見ながら買うじゃないですか。でも土地条件が悪いときにどうしようかなって思うときがあるんですけども、その中で一つ条件の中で土地が変形してる問題、変形地問題とかありましてね、それをどんな風に利用して家作りに役立てるというかしていけるかっていうところの着想についてね、非常に基本的な話ですけどもさせていただけたらと思います。はい、じゃあもうこれもワンテーマなんでね、サクサクっていきたいんですけども、いつもより僕のちょっと板垣見てもらいたいんですけども、土地ってね、一口で言うんですけども、形って何パターンかあるんですよね。で、最も人が好むのがこの成形地、要は四角い、四角がいいけど、長細でもいいと思うんですけども、でそういうこういうのを好まれますよね。で、もう一方でこの成形地に似てるんですけども、この旗竿地とか通称言うんですかね、敷地延長って言って、住宅のその、屋敷っていうのは道路に、2メーター以上接してないとあかんっていう、接道というそういう法的な規制もあるし、それは当たり前ですけど、良好な住環境を作るというために、その最低にこういうことは考えなあかんよって作ってる国を基準ですけども、そういうところで出てくる土地ですよね。だから大きい土地を分割で割るときに、道路に面した面がちっちゃかったら、こういうふうに通路を横に取って奥の土地と手前の土地に分けてこう利用するなんてことはよくあるので、これもよくありますね。で、今回の場合の変形地っていうところでもう一番強烈なのはこの三角地とか、三角地っぽい台形とかみたいな感じもあって、これが結構なんていうんですかね、ちょっとなんか地形悪いからちょっと敬遠するっていうのはあるかもしれないですね。で、あとはね、ちょっと複雑地って感じ、ようわからん、結構何のあれやったかわからへんけどぐちゃぐちゃしてる。そのね、昔このちっちゃい田んぼがなんかこう込み入ってできてて、でなんかこうやったけど気がついたらそこだけなんか複雑な形で残ったみたいな、こういうのですね、このこういう土地みたいなところがあります。で、そうするとこの土地は癖あるんですけど、一つすごくいい利点があるんですよ、この下のやつね。それは何かというと、結構その周りの相場感から言うと面積の割に割安なことが多い。で、そこはやっぱりでもな、割安かもしれんけどガチャガチャしてるからなんか思ったように建てへんしなみたいなことあるかもしれへんのですけども、でもね、その敷地の個性っていうのは実は欠点じゃなくてその長所にもなるっていうところをちょっとこう着眼してほしい。僕、昔ね、もう何年前なんですかね、もう10年以上前なんかな、九州 の, 鹿児島の方に真剣スタイルさんって言って、もう僕らがもうめちゃくちゃリスペクトしてる、日本一のコンビ店って通称でスーパーコン店ありますけども、そこの社長さんがその家作りをこう着想するときに、普通こういう成形地だったらこの成形地のラインに沿って平行に家建てるっていうことが常識的でしょ。でもその方はね、こう斜めにこうそういうことじゃなくて家を置いてみるっていうことを結構推奨っていうかな、設計事例としてたくさん持たれてたんですかね。で、そうするとね、一見乱暴なことやってるように見えるかもしれんけども、実はその残ったスペースにユニークなところができスペースができるんだ。だからその土地になんか違う意味の神が宿るっていうんでしょうかね、そんなとこがあって実際に建てられてるうちすごい素晴らしいんですよ。で、例えばこの成形地の直行方向に必ず方位があるっていうことは稀ですよね。どっちかに不幸なんとか触れてることがあるので、大きく触れてる時もあるじゃないですか。そうすると斜め配置にしたら意外ときちっと、この建物のある面が南面を向くということになると、こう一日中まんべんなく日当たりを取ることが結構容易やとか、そういうこと出てきたりするし、これ見ていただきます。このなんか絵も言われんちょっとした空間でこれ、周りにこう例えば建物が建ってたりしたら、そこが三角のこう囲み空間みたいな感じになって、この空間って素敵ねってみたいなこうできたりするんですよね。で、こういうことから言うと、なんか建築ってその将棋や囲碁でこうポンと
それ置くときにすぐ一気に違う展開していくみたいなあのやつがよう聞きますけど、まあ、家だってこの家の置き方とか駐車場の置き方でもうガラッと性質が変わってしまうみたいなところがやっぱあるなと思うんです。で、例えばその隣はですね、こう台形地ですけどね、これまあちょっと前にうちのあるお家をあの松尾先生設計している時に、松尾先生この土地どう料理しますかみたいな感じでお願いした時に、こんな感じの家の配置してもらったんですけどね、このなんかこの中途半端な狭いところにうまいこと車2台入れてもらって、しかもこうちょっとしたお庭も作ってもらったりしたり、それから裏側の三角のデッドスペースみたいなところはエコ給湯とかエアコンの室外機みたいな、もうそのちょっとこうやぼったいものをこうそこに固めておいたりとか、それからなんといってもここは平行にしま、あのこっち斜めに関して建物を斜めにしましょうって。でね、僕はあの現場の人間やから斜め嫌なんですよ、やりにくいなんやけど、松尾先生に切ったやつで面白いでしょこの空間出されたら、おこれどうやって収めるかなとか、またこう違うこうなんかエネルギー湧いてきて、それでもうプレカート業者さんとか大工さんのことああじゃなこうじゃな打ち合わせして、こうやって収まるやんって言ってやって、見事にそのなんていうんですかね、これ結構なんかそんな面積広いなかったんですけど、えらいこうスキッと収まって、なんかすごい真四角のええ土地に家が建ったように見えると。で、中入って斜めないけどね、何にも違和感がないというようなことがまあできましたね。なんでまあそういうなんかこう面白いあの予想もせえへんかったことが起きるっていうことがあったりします。で、またこの嫌がられる旗竿落ちも上手にこう駐車スペースを取ったりとか、その空間で奥まってますから、あのプライバシーは保ったしやついじゃないですか。今時やっぱりあのうちんち結構外で外バーベキューやるんやとか、こう子供がテント張って遊ぶんやみたいな、こう外でなんか遊ぶみたいな、あの昔みたいな子供がえーって言うてなんか道路とか走り回っとうよりは結構家遊びみたいなのがあったりする中で言うと、こういうとこができても楽しい。でまあこのちょっとワイルドなこの土地に関してはあのいろんなこう建物の配置があったりとか、いろんな空間の作り方があったりとか、まあ、家庭菜園がこの隅っこでやったぐらいやったらいいんちゃうのって、ちょっとぐらいあの匂うような肥料をやってもちょっと家から離れてるからあんま気にならへんのちゃうみたいな。いいっすよね、朝起きていやトマト真っ赤になったからこれもいで朝サラダでしょみたいな暮らしみたいなこうできたりするような、もうそんなこともできてきますよね。だからまあ言うとあのその土地の欠点やっていうのは言い換えたらあの長所になるんですよね。だから例えば高低差がある土地も登るのが大変っていう考えもあるかもしれんけども、見晴らしがいいっていう言い方もできますよね。なのでやっぱそういうところを思えば、なんていうんですかね、土地価格イコール品質ではないんですよ。品質とは言い方はその土地の持ってる可能性やと僕思うんですけども、そういうようなものじゃないので、まあ言うたら設計する方はちょっと骨が折れるかもしれません。でも面白い、日当たりとか風通しに違う境地が出せたりとか、まあでまあ一方でまあ、 普通の感覚で言うと、まあ、 企画住宅で割とリーズナブルで買えるやつのが真四角でうまくて入らへんとか、それからまあ将来ね、ほんまこれ更地にして土地売るときは自分は可能性感じて土地買ったけど、それが世間の人が分かってくるとか分からへんから、その時はちょっと売るとき不利かなみたいなことあるかもしれませんけども、でも僕はこれから家を求める人で言うと、この設計が面白くなるっていうところはすごく魅力だと思うんです。なんちゅうかな、さっきの僕松尾先生が三角斜めにしたら急にやる気湧いてきたみたいなもんで、人間不思議なもんで一つの枠組みにギュッと押し込まれたらなんかイメージがこう発想出たりするんですよ。でも真四角な感じで言うと当たり前にしたら通り一辺倒な発想して出てこいみたいなとこあるから、人間をこうマス目描いたら全部埋めたくなる動物なんで、こういう風な特殊な空間ができたらそこを埋めたくなったり機能を考えたりするのが人間なんで、まあ、設計者もお施主さんもそんな感じでちょっと割安な土地を買って、その分設計とか庭でそのお金を投入するっていうのもすごく素敵だと思うので、まあちょっとねそんなことも思っていただいたらどうかなということで今日はお話をさせていただきました。はい、まあ、こんな感じでね、なんだかんだいつも家づくりについて解説をしてますので、よかったらチャンネル登録をしてみてください。